ギフトありがとうございます。寒いので湯たんぽを持ってきました。湯たんぽくん早朝の発表を見ましたか？ありがとうございます。11月10日のベストヒット歌謡祭に出演します。ハートありがとう。パチ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 。ベストヒット歌謡祭。え、なんか変じゃね。ねえ、またもや、歌声が決まってとても嬉しいです。歌番組嬉しい。ぜひ見てください。匂わせまあベストヒット歌謡祭もすごいけどね、すごすぎ。でもまだあるん、まだあったかもしれん。ギフトありがとうございます。ねえ、チャビくん。チャビくん。おはようございます。うん。生放送なので録画しといてください。リアルタイムでね見るのが一番ですけど、録画もちゃんとしといてください。おはようございます。かわいいみずりん、ありがとう。11月10日です。1110、惜しかった。ポッキーの日じゃなかった。1110。今日はめっさ早起きしました。イエーイ。まあその発表
のためでもあるんですけど5時とかに発表されたよね。早すぎ。早すぎ。配信が終わったらもう出発しなければならん。まだ髪の毛がボサボサ。かわいい。とてもかわいい顔で見てきた。リップを変えました。昨日調達したお乳。可愛くね。可愛い、ありがとう。ベストヒット歌謡祭が決まったので、そのモチベにモチベとしてね、使おうかなって感じで買いました。はよう、ギフトありがとう。チャビー、でもチャビーで早く起きれる時もあるけど、今日とかめっちゃワンワン吠えまくって、なんか朝早い朝散歩しよる人とかが家の前通ったりとかしたら、ワーンって言いながら起こしてきたりするけど、でも基本ずっと寝てる昼も夜も朝もご飯以外は寝てるので、そういう生活になる眠くなくても可愛く寝てるから、なんか寝ようってなる。ギフトありがとうございます。寝てる、寝すぎ。かわいい。冬こたつ。でも犬も寒がりですよ。トイプー寒がり意見。ストーブとか出したらその前、一番前座ってる。
しんでます。湯たんぽ、ソロ写真集ではありません。それよりももっとすごいベストヒット歌謡祭への出演が決まりました。11月10日、ベストヒット歌謡祭見てください。超有名歌番組、ベストヒット歌謡祭を知らん人はおらへんね。生放送有観客、そうなんや。そうだね。観覧募集してんの？ぜひぜひ。生放送やからテレビで見れますけど、見たいという方は待ってます、待ってます。見に来てください。コウモリありがとう、ありがとう。見てね、見てね。目標はまた、あの M ステ、初めて M ステ出た時のようにST48 とか花だれ、花だれのものとか、初めてのなんとかみたいな、ベストヒット歌謡祭とかでもトレンド入りをするけど、峰吉ありさもちゃっかりすることです。目標はね、なのでまたなんだっけ、ツイート、生放送ですので、始まる前とか始まってからとか、たくさんツイートをしてくれたら嬉しいです。お願いします。またソロで映るとこがあるかわからんけど、頑張ります。お茶の間にお茶の間、そうやね。おはようございます。ハッシュタグどうなんやろ、初めてのな気がする、分からんけど書いてなかったっけ、まだ初めての
ST48 初めてのベストヒット歌謡祭、長いとても長い。クマありがとう、みずりんさん。クマジャックオランタンありがとうございます。今日は黄色ニット帽で行こう、寒いから。寒いから黄色ニット帽。寒いぜ。ジョギング行く。あいさも歌番組に向けて顔痩せを頑張ります。一瞬の移りが大切なのでね、顔痩せ、あと左手痩せ、左手だけ出るので顔と左手。頑張るんばもう緑出た？嘘。今何分？では、本当だ。では、なんだっけ、ランキングを読みます。13位、ヒゲのマスさん。12位、ゼータン。11位、スチューデンツ不足さん。10位、セイガク。9位、ソッチャン。8位、アヤさん。7位、バンジャラさん。6位、フーさん。5位ヒデさん、4位ゆっちゃん、3位ビッグエブさん、2位みずりんちゃん、1位はドルルルドルルドルルルルできるダーン、やすべさんです。ありがとうございます。イエイ。今日も夜はスタジオのレッスンがあるので、明日に向けてね、配信ができないかもしれない、多分。すいません。でも今日はドラマがあるので、朝から夜まで頑張りたいと思います。サイレントを見るために頑張りたいと思います。それではバイバイ。あ、チョイくん、チョイくんでした。